公益財団法人ジャカは公営競技の競輪と会長は佐々部敏夫元経済産業省所管それまで競輪は特殊法人日本自転車振興会オートレースは特殊法人日本小型自動車振興会が統括していたが日本国政府による特殊法人改革方針と近年の公営競技不振による売り上げ減少により 同じ経済産業省の下にある二つの組織を統合させ効率化が図られた。この方針に基づき、まず2007年8月に財団法人日本経輪財団が発足。同年10月1日付で日本自転車振興会の全業務と法人名を承継し、財団法人日本自転車振興会に改称した。翌2008年4月1日、 財団法人日本自転車振興会は、日本小型自動車振興会の全業務も承継し、法人名を財団法人ジャカに改めた。2013年4月には、公益法人改革の一環として、公益財団法人として移行。2014年4月には、競輪業務組織である日本自転車協議会と、車両情報センターの両公益財団法人を統合する形で、 九州合併した。なおジャカ発足後も本部及び、競輪事業にあたる市ヶ谷と、オートレース事業にあたる有明の二つの事務所に分かれて、業務を行っていたが、2017年10月3日をもって、共に、品川へ移転した。ジャカの名称は、JRA が日本中央競馬会の略称であるのとは異なり、競輪に関係する自転車、オートレースに関係する、 小型自動車の表記を混在させるための装置で正式名称である。ただ、2018年度からの事業報告書や2020年度からの事業計画書の表紙に記載された英文名称はジャパンケーリンオートリスファンデーションとなっている。本部監査、業務評価室エリア、伊豆事業所、オートレース選手養成所財団法人、 ジャカ歴史ジャカホームページ合併広告平成26年2月25日ジャカ日本自転車協議会車両情報センター事務所の統合移転のご案内ジャカ2017年10月3日財団法人日本自転車振興会のオートレース事業の開始及び名称変更についてケインニュース2009年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ 2016年10月26日閲覧。2018年度事業報告書。じゃが、2020年11月1日閲覧。2020年度事業計画書。じゃが、2020年11月1日閲覧。ありがとうございます。